MF 文庫 J。 僕は永遠の愛なんて保証抜きに、好きな人と積み重ねていく過程を大事にしたい。その日僕は告白するはずだった僕のことが好きな元カノの妹渚に。お姉ちゃんのことが気にならなくなったら私の告白にうなずいてくれるってことですよね。あ、問い1、永遠の愛を証明せよ。屋上で二人きり、思いを告げてついに恋人同士になるはずが、僕らは恋と愛をめぐるゲームに巻き込まれてしまう。永遠の愛を手に入れられるのは参加者4人の中で1人だけ。ゲームに負ければ恋の記憶を奪われてしまう。なら宣戦布告です。私は絶対にスブル先輩を落としてみせるですから。主義と恋心と策略がぶつかり合った先でゲームはどんな結末を迎えるのか。宣言するよ、渚。僕は奇跡を起こしてみせる。